はい、こんにちは、松岡です。今日もね、またたくさん買ってきてしまいました。そうですね、基本的にね、もう廃盤になってしまった車両をね、たくさんね、買ってしまいました。今回は特にお気に入りなのが、やっぱりこの浅間、この L 特急のね、浅間ですね。で、あとやっぱりこのワムの貨車がちょっと欲しくてね、買ってしまいましたよ。で、あとはストニックのね、旧塗装とか初期塗装かな、初期の色のね、中間車。そしてやっぱりね、223系の新快速、こちらもね、やっぱりちょっと結構汚れてるんで、じゃあちょっと開封します。はい、今ちょっと開封したんですけど、ワムはまあまあまあ綺麗だね。まあまあ綺麗、まあ、こちらはね、多分トーマスシリーズのあの客車なんだけど、まあこれもまあまあトーマス使わないからまあいいか。あ、やっぱりね、中古ですからね、やっぱ汚れてますね。綺麗な方で、問題はやっぱこの2つかな。ちょっと汚れちゃっておりますね。はい。で、あとやっぱり塗装がね、あの、やっぱ剥げちゃってるんですね。そこがもったいないね。はい。223もこれ、まあ、汚いですね。汚いですが、あ、前面もね、ちょいちょい剥げちゃってますね。でも、大丈夫。シールとかの剥がれがないから、まだいけそうですね。